どうも、ラオチンです。ペルソナ3やっていきます。よろしくお願いします。さあ皆さん、一番好きなペルソナは何でしょうか？いろいろ意見はあると思うんですけども、今日は私の好きなペルソナトップ10をやっていきたいと思います。これ見た目だけです。性能は気にしてません。見た目が好きなトップ10行ってみましょう。それでは好きなペルソナトップ10、第10位はホルスですね。とにかく光ってるのがかっこいい。ペルソナの中で一番光ってるのはホルスだと思います。続いて第9位はロキですね。なんかスマートな悪魔っていう感じでかっこいいと思います。続いては8位は空風林ですね。槍の勇者という感じで見た目が好き。7位です。7位はアリスですね。ペルソナといったらなぜかアリスのイメージがあります。第6位はオルフェウス、カイですね。オルフェウスよりもカイの方が色的に好き。でも下半身がオルフェウスあんま好きじゃないんですよね。6位です。第5位はメサイアですね。オルフェウスとすごく似てると思うんですけども、この体についてる羽というか槍というか、これが結構好きです。第4位です。4位はルシファーですね。ルシファーもペルソナといえばというイメージがありまして、すごく魔王みたいでいいですよね。それでは第3位です。第3位はタナトスですね。なんか見た目がガンダムの GP02 みたいでかなり好きですね。それでは第2位です。第2位はマサカドですね。スマートな戦国武将みたいな感じでものすごい好きです。それでは第1位に行きます。第1位はヘルズエンジェルですね。見た目としてはダントツでこいつが好きです。はい、ということで今日は見た目が好きなペルソナトップ10でした。皆さんの好きなペルソナは何でしょうか？ということでまたやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。